我々特殊部隊はロイド政府の申請により捕虜救出に向かった。しかし目標地点には収容所の影も形もなかった。ロイド政府にはめられたのだ。そして我々の目の前に現れたのは、逃げろ！ロイド政府が裏切るとはどういうことだ！リビド共和国のカダト大佐、香港マフィアのミスター・リー、デュアル財団のスティーブ会長、天才物理学者ガルシア博士、彼ら4人を中心とした国際的な武装集団フォースプロジェクトが動き出した。その内容は殺戮、脅迫、テロ活動、武器密輸などの組織を統率し世界を支配することである。はい、大統領、ロイドが裏切ったのは確かです。バックにフォースプロジェクトがついている模様です。彼らの力は侮れません。はい、適任者がおります。お任せください。話はついたのですか？一任された。では彼に。ああ、フォースプロジェクトに対抗できるのは奴しかいないだろう。ガイ・風間氏かな。ここだと思ったぞ。こいつらとは死ぬ時も一緒だと思っていた。ロイドとフォースプロジェクトが共同でステルスを開発したという情報が入った。それを盗み出せなんて言わないだろうな。その通りだ。ロイド軍の前線基地ブルーライノスにスパルタンが潜入している。彼が今回の君のアシスタントだ。ロイドとフォースプロジェクトには借りがある。借りは返すのが俺の主義だ。人質の命が欲しければおとなしくすることだ。ガイ、ステルス機の工場はこの奥だ。オーケー、スパルタン、もうしばらくの辛抱だ。
こいつはご体操な歓迎ぶりだぜ。何者だ。我々はホースプロジェクトの者だ。オルマン、お前を連行する。一週間前、東側のフレット共和国に落ちたジェット旅客機のことはご存知？オルマン大統領も捕虜になったらしい。オルマン氏は墜落地点より北西50キロメートルにあるアルト山山頂の収容所に監禁されてるらしいの。だからあなたに。それ以上は言わなくても分かっている。
バカめ、オルマンはとっくに移動したぜ。だったらその位置を貴様から聞き出すまでよ。大統領、ご無事で。ご苦労だったな。君も無事で何よりだ。ではここで死ね。
大統領はあいにく我々にとっても大切なお客様なのでね、渡すわけにはいかないのだよ。それを聞いたらますます返してほしくなったぜ。ずいぶん急だな、レナード。まあ、これを見てくれ。これはリビドのカダト大佐だ。知っているな。世界各国のテロリストを陰で支配している有名人だからな。サインでももらいたいぐらいだぜ。彼を暗殺してもらいたい。グリーンベレーのアラウマ、ロバートは失敗したのか。ロバートはアルカド収容所に監禁されている。カダト大佐は姿を隠して、居場所を知っているのは彼を守るレッド、ブルー、ブラックの3人という情報が入った。その3人とお友達になるってわけだ。お前を俺の炎で焼き殺してやる。レアとミディアム、どっちがお好みだ？あいにく俺は焼き豚が嫌いでな。
道を開けろ。ガイ風間、口の利き方に気をつけな。俺様の引き金は軽いんだぜ。面白い。だがな、流れんなお前の血だけだ。名前をつけるなんざ、惹かれた野郎だぜ。
ガイ風間、よくも私が育てた可愛い部下たちを。大佐、あんたのしつけはなってねえぜ。我がフォースプロジェクトのメンバーの一人、カダと大佐を殺した CIA の飼い犬、ガイ風間の情報が入った。やつはミスター・リーを殺すため、あなたが毎年主催する武闘大会に参加するようだ。本当か？それは面白い。そこで我々は最強の3人の戦士を君にプレゼントするつもりだ。それは助かる。話は変わるが、ガルシア博士、最終兵器インドラの開発はどうだね？1ヶ月以内に完成させましょう。通行の邪魔だぜ。ブー、ガイ、お前をダメにしてやる。
に地獄行きのチケットをプレゼントするぜ。悪いがな、そいつは自分のために取っておいた方が良さそうだぜ。私に勝ってからよ。君には悪いが、戦いにレディーファーストはないぜ。やはりあの三人では役不足だったようだね。改めて私がお相手しよう。ミスターリー、この塔が貴様の墓に見えてくるぜ。Let's go.
デュアル財団のパーティーにご出席していただきまして誠にありがとうございます。奴は影武者だ。偽物？フォースプロジェクトのメンバー、簡単には人前に出ない。ガイ、あなたの言っていた第七戦争付近を調べてみた。やっぱりこの船にはおびただしい量の最新兵器が積み込まれているわ。俺の方は船内に爆薬を仕掛けておいた。それに乗じて本物のスティーブを探す。それではデュアル財団の繁栄と栄光を祝して乾杯。招かれざる客とは君のことのようだな。だったらどうする？倒した後で海にでも放り込んでやるさ。全く君も派手にやってくれたものだ。この船と積み荷の武器だけでも損害は10億ドルにも達するのだよ。スティーブ、あんまり金に汚いと人に嫌われるぜ。
我々フォースプロジェクトのメンバーも私一人を残すだけになった。だが私は最終兵器インドラを完成させた。それを打ち上げれば人類は死滅する。粛清を受けてもらおうそう悲観することはない。君たちにも一度だけチャンスを与えよう。インドラの打ち上げには残念なことに24時間もかかる。それ以内にインドラを破壊できれば君たちの勝ちだ。しかしこのゲームに参加できるのは一人だけ。ガイ・カザマだけだ。貴様に会えるのを楽しみにしている。アメリカ大統領としてお願いする。全人類を救ってくれたまえ。やってみますが責任は負えませんよ。この任務はあまりに重すぎる。君なら大丈夫だ。レナードの言葉は当てにならないからな。私はガルシア様の手によって生まれ変わったのだ。今度は前のようにいかんぞ。ガイ・カザマ、やらいでか！
君が侵入者か。久しぶりのお客様だ。もてなしはいいから、そこを通してくれないか。ちょっと道を急いでいるんだ。ああ、そう言わず、これでも食らいやがれ。
膝にかすりやがった。ガルシア博士、私の野望をことごとく潰してきた男、ガイカザマ、君には叱るべき報いを受けてもらおう。ガイ、そろそろインドラの準備も整ったようだ。私はシャトルで宇宙に飛び、インドラの中にあるオゾン層破壊光線のスイッチを押す。本当に楽しかったよ。さらばだ。
ガルシア、俺は貴様を地獄の底までも追いかけてやる。雇われの傭兵風情がここまで危険を冒して私を苦しめる。なぜだ？ガルシア、自分の気持ちだけは誰にも雇われちゃいないんだ。私は負けたが、インドラはすでに動き出した。人類は終わりだ。止める方法はないのか？インドラを破壊する以外はな。しかし、そうすればお前も死ぬ。
C019045、 こちらガイ、レナード長官応答願います。 C019045、 こちらガイ、レナード長官応答願います。ガイ、ガイなのね。こちらレナード、やはり生きていたか。君ならやれると信じていた。あんたの言うことは当てにはならんが、今度ばかりは当たったようだ。そんなことは気にするな。ところで現在地はどこだ。さあな、シグナルは出してある。そろそろ日光浴にも飽きてきたところだ。さっさと迎えに来てくれ。
作戦名レッドアラート、任務完了。